寺田聖は、日本の政治家、参議院議員、旧姓は工場、秋田県横手市生まれ、父親の仕事の都合で、小学校3年の夏に青森市に引っ越す。小学校6年の時に茨城県に移り、中学校3年で横手市に戻り、横手市立横手南中学校に転校。学校の進める管理教育に合わず、11月から、 卒業までの5ヶ月間登校しなかったという。進学した秋田県立横手城南高等学校でも、進路指導などを通じ再び管理教育に合わず、3年生の1992年5月に中退、同年9月大研に合格、1年浪人し、仙台市の代々木ゼミナールに通った後、1994年、育英会の奨学金を受けて、 早稲田大学人間科学部に進学。卒業に伴い、学士の学位を取得した。大学卒業後、東京大学生産技術研究所に勤務。ハワイ大学海洋科学部に、学士入学。一時帰国中の2003年、父親から言われ、最初の衆議院選挙を迎えていた、寺田学の選挙を手伝うことになる。2009年9月に、寺田学と結婚。 夫と川口博の公設秘書を合わせて約10年務める。また、電気自動車普及協会にも勤務した。2018年から立憲民主党、国民民主党、社会民主党の3党の県連と連合秋田は、次期参院選秋田県選挙区の統一候補の擁立作業を行う。ところが要請を受けていた元民進党、県連代表の沼谷淳県議が同年末に、 不出馬を表明。2019年2月4日、山党及び連合秋田は寺田に立候補を要請することで一致した。寺田を進めたのは社民党県連の石田博代表であった。同年3月7日、立候補する意向を正式に表明した。日本共産党は当初、党役員の藤本由里を候補者に立てていたが、寺田支持を決断し、6月3日に 藤本を比例区に回すことを明らかにした。同年7月21日に行われた第25回参議院、議員通常選挙で自民党現職の中泉松次を破り初当選を果たした。寺田は県内25市町村のうち15市町村で中泉の得票を上回った。中泉が地上配備型迎撃システム、イージスアショア配備の可否に関する考えを明らかに、 しなかったのに比べ、寺田は配備反対の姿勢を強調し続けた。代表連でもある候補地の秋田市で、地上イージス批判層からの票を上積みし、中泉を引き離した。2020年9月16日召集の第202回国会における首相指名選挙で国民民主党の伊藤隆江に投票した。伊藤の名が読み上げられると、自分で入れたのか、記録に残るのに、 何をやっているんだと、ヤジが飛び交った。同日付のブログで、寺田は、女性が、意思決定の場に増えれば変わっていくとの思いから伊藤に、投票したと述べた。ありがとうございます。